よし、朝ラン行ってきます。今日あったかいな。今日は水曜日ですね。午後ポイント練の日なので朝練とやって、2部練としていきたいなと思います。今日の練習は410本のインターバルですね。設定が68でレストが65、265以内っていうことで、まあ、これ自体は今日参加してくださる予定の箱根走られた選手が考えていただいたメニューなんですけど、結構これきついらしいですね。僕はあんま400のインターバルってしないから、400やるってしたら結構レペテーション系が多いので、あんまりきつさが今のところ分かってないので、本当きついのかなとか思いながらも、元箱根ランナーの方もが言うには結構これはきついっすよみたいな言われてたので、まあきついんだろうなみたいな感じです。どうなんだろうね。まあまあまあやってみないと分かんないんで、午後それで向けて今日は朝しっかりとジョグしていきたいなと思います。じゃあ朝練はまあ大体7キロぐらい走れればいいかなと思ってます。40分ぐらいかな、30、40ぐらいいければいいかなと思います。行ってきます。今日の昼ご飯、卵かけご飯とこちらチキンハンバーグですね。これいくらだっけ、3個で150円ぐらいだっけ、だから1個50円ぐらいかな。めちゃくちゃ安いハンバーグ食べていく映えのかけらもないご飯出来上がった。やばい、やばくないこのご飯。まあでもね、糖質は取れるしタンパク質取れるし海苔かけて食えば多分大丈夫。じゃあこれ食べてまた今日の動画の編集して練習会場を迎えたいと思います。本日はこちらのメタスピードスカイを使って400やっていきます。この間の1001本はいい感じで走れたんで、多分うまくはまってくれることでしょう。実践投入でどのぐらい使えるかっていうのを試してみたいなと思います。映えるね。本日実践投入していきます。いや、これ垂れたらクソさんに悪いな。今日は設定が68切りなので、普段のインターバルより早いし、レペテーションよりはまあ遅いけどインターバルよりは早いという絶妙な設定ペースということで、68秒台は大丈夫かもしれないですけど、68切りってなるとだいぶ出力が違ってくるかなという印象ですね。参加者さんもね結構多いので、引っ張り合いながら行きたいなと思います。じゃあよろしくお願いします。410本で200でつなぎます。で400を68切りですね。8秒台じゃダメですらしいですで、つなぎを65秒でいきます。引っ張りを5人選出させていただきたいと思います。僕、部長加藤さん、あと2人で回していきたい。渡していきます。お、はい、今回初参加の本当ですお願いします。もう一人田代くんって方が、はい、今回初参加ということです。お願いします戦後3分台なんで多分もう一人引っ張りが欲しいところでありますが、いないじゃあ俺がやるか。おじゃあ1、2、3、4、5でラスト最後は多分引っ張ってくれるからじゃあ行きます。よーい、はい。
します。はい、最後200つないで終わりにします。さらに行きます。行きます。加藤さんまだ行くらしいんで、行ける人一緒に。お前行くの？週末ハーフじゃないな。余裕ある方400を3本か4本で60秒で、で、ステップ半でやりますが、おっと、誰かさらに強者はいるか。もし、400、レベル系やりたい人がいればお願いします。じゃあ、400組頑張ってください。はい、いかないの。最後の2本目はもうずっとついてて。あ、そうだよ。なんかあれだね、調子悪いらしいね。なんかダメでしたね。気持ち乗らないとか、足が動かないとか。戦後はむずいね。あ、1000走れても1500は走れないですね。そうなんだ。いや、非常に、なんか走った感覚としては、あれですね。弾む感じは強いんですけど、ベイパーと比べて、なんか蹴った時にちょっと硬さがあるみたいな。ベイパーは結構沈み込んで、それが反発に変わる感じあるんですけど、硬さがある。前の方の硬さがあって、叩いた時にちょっと、衝撃が伝わってくるって感じかな。その分跳ね返しが強そうなイメージもあるっちゃある。で、68切りのペースであれば全然回せる。スピードも結構乗りますね、これは。いいね。